当選街灯音向こう上面中間後通過最高峰依然として待機する6番のアロマドゥルセ坂を上りにかかります。向こう上面中間をすでに通過先頭4番ゲイティーラッセン淡々とした流れに持ち込んで8番シャイニーゲイル単独シャイニーゲイル2番手外回りコースに出ていきます。あとは5番のマイハートビート3番手外から一気に動いてアロマドゥルセ今最高峰から3番手から2番手先頭に並んで頂上から坂を下って残り800を切りました。さあこのアロマドゥルセに促されるように4番ゲイティーラッセンペースを上げて2番手シャイニーゲイルが続きます。4コーナーのカーブに向かうところアロマドゥルセ内5番マイハートビートその後ろから一旦下がった9番のサトノグロワールまた接近一段になってきました。当選街灯音コスモピクシスビッセンそして 最高峰プティットクルールまで差がなく直線コースに向かいました。さあエティラッセンシャイニーゲイル内からは5番のマイハートビートが並びかけて内の3頭アロマドゥルセもう一度足を使って追い上げてくる。当選街灯音が外から中をついては9番サトノグロワールハンデ戦らしく大激戦残り200を切って内から一気に抜けた5番のマイハートビート3馬身のリード2番手9番のサトノグロワール5番のマイハートビート先頭でゴールイン2着に9番サトノグロワール3着は6番のアロマドゥルセもう一足使って外3番ポーコス